はいお疲れ様です。今回は久しぶりの折りパを購入してきましたので、えー、中身を確認していきたいと思います、えー、今回先にえー、っと値札の付いていないものから確認していきたいと思います確か値段は確か3000円の折りパを5口購入してきましたので、まあ、順番に見ていきたいと思いますでは1口目 と、クエスパラヤですね。えー、っと、値段はちょっと、もう、あんま覚えてないですね。まあ、そんなにしないと思います。では、2口目。今度は、えー、っと、遊戯王ゼアルのベクターの人ですね。友情ごっこの人です。で、3口目。 こちらはあパドレックスあ、じゃあパドレックスの CSR ですね値段はどうなんでしょうかねまあほとんど買い取り保証のような気がしますけどもちょっとこっちの方が値段がするかなと思いますではこちらどうですかんですね うーんと、反応に困りますね。まあ、買い取り保証で、まあ、500円ぐらいの値段かなと思います。では、5口め最後ですね。こちらは、あー、ガラルサンダー V の CSR。まあ、ソニアさんがいるので、まあ、 一口3000円です。で、まあ値段的にはあれですけども、まあ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 、まあまあ、まあ、いいかな、いいのかな分かんないですけどね。まあ、えー、3000円の立派の方は、こんな感じですね。あれですかね。一二三四5口でね。で、最後ですね。この2万5000円の。 ものを見ていいいきたいと思いますこれは何のスリーブでしょうかと。セレナですね。さあ、一体何でしょう。はい、じゃあ、2万5千円の結果はこちらですと。ほう。まあ、初動2万円だった。 えー、販売金が私は初動が確かに2万円ぐらいでしたけど今だいぶ落ち着いてきたカードですけどもまあ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 って感じですねえー、まあいやまあリザードなんでねまあまあ2万5千円まあ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 、まあ、リザードなんでねまあまあとしか言いようがないですけどもとりあえず上等 はまあ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 ちょっと白鍵がちょっとありますねっていう感じですねまあリザードンいやリザードン好きなんですけどもちょっと白鍵があるのはちょっとっていうところでしたけどもまあ一口しか買ってないのでね 仕方ないいいと思いますはい、では今回は、えー、と3000円のオリパオ5口と、えー、2万5000円の、えー、まあ、ポケカクになってますけどね一口開けてみた結果となりますまあしょえー、まあこういう内容ですねまあもうちょっと数買ってたらもしかしたらいいのが出たのかなという感想です では、えー、今回は終わりたいと思いますので、また次回、えー、また何か開けていきますので、もしよろしかったら、えー、ご視聴お願いします。ありがとうございました。